文部科学省学生留学生課で課長補佐をしております辻と申します、えー、本日はよろしくお願いいたします、えー、皆様方におかれましては平素より大学短期大学高等専門学校において学生支援の業務にご尽力いただきまして誠にありがとうございます、えー、本日はあの行政説明ということで、えー、約15分ほどお時間を頂戴しております えー、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして、えー、学生の生活にもさまざまな問題が生じております。えー、例えば、経済的に困難な状況になるですとか、えー、大学等の退学を考えなければならない、えー、またさまざまな不安を抱える、えー、精神的なケアを必要とする、えーまあ、こういった環境にある学生に対して、 支援ととししててて、ね、文部科学省が取り組んできききたたた内容につきままご説明をさせていただきたいと思いだ思す <laughs>、えー、資料としましては、学生支援をめぐる状況についてということで、えー、若干かなりボリュームのある分量になっておりますけれども、まあ、資,料集な資料集的な形で,です、ねあのーまあ、ご覧いただければと思います。少しあの駆け足で資料をかいつまんで、主なところを説明していくというような形になりますけれども、また詳しい内容については、 後ほど資料にお目指しいいただければと思いますそれでは早速、あの1ページ目でございますけれども、えー、中身に入っていきたいと思います。こちらは、あのアルバイト、えー、ができなくて、アルバイト代の減収であったり、あと家計の急変によりまして、学業の継続が困難になった学生を、えーまあ、その進学や就学を断念することがないようにですね、 えーま、緊急的に支援をするというようなものとして、えー、学生の学びの支援緊急パッケージというようなことであの支援に取り組んだ、えー、ものでございます、えーま。ちょっとたくさんございますけれども、ま、主なものとしましては、えーま、左のところにございますけれども、学びの継続のための学生支援緊急給付金、えー、これはあの今年度の予備費としまして、えーま、対象43万人。 で億円とといいうことでで、えー、措置したものでございます、えー、家庭から自立してアルバイト収入によって学費等を賄っていて、えーまあ、その収入が大幅に減少した、えー、学生に対して10万円を支給するとでそのうちまああの住民税非課税世帯の場合は20万円を支給するというものになっております、えー、それから緊急特別無利子対応型奨学金、えー、こちらは新たに創設したものになりますけれども えっと有利奨学金の、えー、対応を希望する場合、えー、実質その利子の分を国が負担するということで、まあ無、無利子化するというようなものになっております。えー、その下、の家計急変世帯への緊急対応、これはあの、この後の資料でございますので、えー、そちらでご説明させていただきます。それからら、えー、右のの方に、えー、行きますとこちらの返還 するときの、えー、返還メニューになりますけれども、えー、従来より返還期限猶予制度というのがございます。これはあの、減収や失業などで、えー、経済的に困難になって、えー、返済が苦しいというようなときに、えー、通算10年,まで、えー、10年間まで猶予するというようなものでありますけれども、えーまあ、今回の対応としまして、えーまあ、臨時対応ということで、その手続きにおいてですね、えー、通常であれば、 えー、申請書とその証明書というのを提出していただくところを、えー、証明書は後日で構わないということで、申請書のみで、えーまあ、手続きを行うということでありますとか、えーまあ、その猶予 10, 10年超えて、ですね、えー、特例として1年延長させるというようなことも、えー、対応してございます。えー、それからあの次のページ、ご覧いただきたいんですけれども、えー、これ、家計急変。 えー、先ほどのページでございましたけれども、えー、その対応としまして、その1つ、えー、高等教育の就学支援新制度でございます。これはあの今年度から始まった制度でございますけれども、事業減免と寄、えー、付型奨学金、えー、この両方をですね住民税非課税世帯、及、えー、びこれに準ずる世帯を対象として、えー、支援するというものでございます。えー、こ,こはですねあの前年の所得を元に、えー、とに算定 を所得を算定するということになっておりまして、えー、ただ、今回、ああ家計急変の対応としましては、えーえー、と災害等をやむを得ない自由に、えー、該当させるということで、えーまあ、コロナウイルス感染症の影響によって家計急変した場合ですね、えーまあ、この制度の対象になるような形で運用を拡充したというものになります。 えー、その表のところにございますけれども、えー、通常であれば申し込みは年に2回ということにしておりますけれども、えー、これがまあ右の方になりますが、今回の特例として、課、え、金、ー、の場合は随時、えー、申し込みをしていただけるということで,で、その下の支援開始時期につきましても、それに伴って、従来は4月、10月が開始時期でございましたけれども、えーまあ、認定を速やかに、えー、随時、 す、えー、するというようよな形にしております、えー、とそれから、まあ、判定対象となる所得につきましては、えーまあ、前年所得をマイナンバーで見るという形が原則でございましたけれども、この家計急変の場合は、えー、急変事由が生じた後の所得を、えー、見るということで、急変した後の1ヶ月程度の所得で判定をするような、えー、対応としております。えー、それから次のページをご覧ください 家計急変の取り組みのもう一つになりますが、えー、対応型奨学金でございます、えーっと。緊急採用、これは無利子ですけれども、それから応急採用という無利子、えー、いずれにつきましても、えーっとまあ、家計急変で失職や災害等を遭われた方、えー、については、年間所得見込み額で、えー、基準を満たすかどうか。 まあ災害その家計給付が起きた後の年間の所得の見込み額で基準を出すというそういった判定にしております。で、採用時期は随時ということにしております。それからその次のページでございます、えーまあ、今回のコロナを受けまして、えーとまあ、困難を抱える学生の支援のために、繰り返し、 大学等への周知要請を行っております、えー、そちらにご覧いただければと思いますが、えーとまあ、授業料の納付の猶予、減免に関することでありますとか、えー、処罰金に関すること、それからさまざまな情報に関しての周知や相談体制に関すること、こういった、えー、周知、要請をしております。その次のページ、ご覧いただければと思いますが、えー、と、 これもちょっとあのその連続した内容になりますが、えー、例えばその左側の丸の3つ目にございますが、退、えーまあ、学を学検討している学生への対応としまして、えー、その経済的な理由によって、退学の相談に、えー、来られたときにです、ね、その就学継続チェックリストというものを、こ、えー、チェックリストというのは右の方にあにお付けしておりますけれども、 ここれをを参考ににししてて丁寧かつ親身にご対応いいいいたただきたいということうおお願いしておりますそのチェックリストの方にございますけれども、えーっとまあ、右側にです、ね、その支援制度というのがあの、ちょっとたくさん並べておりますけれども、こういった制度に該当する学生である可能性があるんじゃないかということですので、そういったことを十分にご案内いただいて、その学生さんの意向の確認を丁寧におと行っていただくと。 いうことで、えー、こういったことも参考にしていただければと思って、えー、通知をした、えー、ところでございます。それからその次のページ、ご覧ください。えー、と、これはの学生のメンタルヘルスのケアですね。これについても、たびたびその対応についての通知を行い、要請をしております。えー、と、下の赤字のところにございますけれども、えーまあ、これらの 通知を通じまして、えー、各大学で、えー、電話やメール等を活用した、えー、対面に限らない体制の整備、えー、など、ですね学生からより相談しやすい体制を構築していただきたいということ、でそれから学生相談室や、えー、保健管理センター、指導教員の方々や学生支援の担当部署など、ですねそういった学内組織での連携ですとか、えー、カウンセラーや医師等の専門家とも連携していただき、 えー、きめ細かに学生の対応に、学生の相談に対応していただくということが、えー、重要でございますので、そういったことのお願いもしてございます。えー、その次のページ、えー、っと、こちらあの、の、えー、後期のですね、授業の実施状況実、実施方針についての調査を文科省で行っておりまして、えー、そちらちょっとご紹介しております。えー、っとこれはまあ8月月から9月に おいて調査を行ったもものですけれども後期の授業では、えーまあ、ほぼすべての大学で、えーまあ、対面授業を実施するということになっております。そのうちの8割が、えー、対面と遠隔の、えー、併用を予定しているというような回答があったところです。えー、それがその右上のところですけれども、えー、対面と遠隔の、えー、と併用についてですね。これはあのー、約6割が 比率としましては、おおむね半分以上で対面事業を実施するというような回答をいただいております。えーっとまあ、これにつきましても、また再調査を、えー、実施しているところでございまして、えーっとまあ、さらに工事例なんかもですね収集しているところです。あのまあ、近いうちにまた調査結果については公表する予定にしております。そそれからその次 えっとこれはの各大学等の,の意見交換なんかを行った結果をもとに、えー、作成したものになりますけれども、えー、っと授業の工夫や学生の配慮で、えー、どういったことをしているかというようなことの例を挙げさせていただいております。えーっとまあ、あの細かくはご覧いただければと思うんですけれども、えー、まあ特に1年生ですね、留、えー、学後、 まだあの日が浅いですけれども、なかなか学校に通学できてないというようなこともございますので、そういった一年生のガイダンスですとか、あと、ああ交流のイベントとかですね、そういったオンラインでそういうな機会を設けるですとか、さまざまな取り組みをしていただいております。その次、ご覧いただければと思いますが。 えとこれもあの、まあ、調査の中で、えー、聞いていた、えーまあ、その他の調査内容でございますけれども、えーまあ、右上のところで新入生の対応というのがございます。えーとまあ、丸二のところでは、えー、人的交流ですねあの学生同士や教職員とのコミュニケーションの機会を、えー、設定するですとか えー、丸さんの生活面での不安を払拭するための相談体制の強化、えー、こういったところは約7割の学校で、えー、取り組んでいただいているというようなところです。で、その下、学生のメンタルヘルスとのケアというところもですね、えー、っと、まあ、約9割の大学で、えーまあ、相談窓口を設置しているですとか、えー、まだ8割の、えー、大学等では、えー ス等との連携ですとか、電話やメールでの相談対応、受付ですね、そういったものも実施していただいているところです。えー、それからその次の10ページ目をご覧いただきたいんですけれども、えー、っとこれはあの9月の15日付で、ですね、えー、文部科学省の方から、えーと、後期授業における留意事項について、えー、通知を出させていただいておりますけれども、 えとその内容についてご紹介しております。えーまあ、1つ目ですけれども、後期授業の実施にあたっての、えー、留意事項ということで、えーまあ、十分な感染対策を行った上で、えで、ー、まあ、可能な限り対面による事業の実施を積極的に検討いただきたいということを、それから学生の人的な交流の機会を確保していただきたい、特に新入生への配慮という観点でお願いしております。 でまあ、学生へのメンタルヘルス、えー、メンタルケアを充実させていただきたいということでありますとか、えー、2番目でありますが、えー、学生寮や課外活動を含む、えー、感染対策の徹底をお願いしたいということ、それから3番目で、えー、感染者が生じた場合の対応ということで、まあ、あの管轄の保健所と連携することは、えー、もちろんですけれども、えーまあ、感染した方への 差別ですとか、あの偏見、誹謗中傷等が生じないように、えー、ご配慮いただきたいというようなことを、えー、お伝えさせていただいております。で、えー、その次でございますけれども、えー、っとこれまた別の調査になりますが、えー、経済的に困難な学生に対する支援の状況や退学者の状況についても調査を行っております。えー 左下のところでは、えーと、後期の授業料についての納付、えー、の有効ですね、こういったところについて、えー、聞いておりますが、全体の97.5%の大学等において、えーとまあ、こういったことに対して何かしらの対応を行う、行っている、行う予定であるというようなご回答をいただいております。で右の方はこれ、中等大学者の状況になっております。 これは4月から8月に聞いたものでございますが、えーとまあ、今年度はですね、昨年度と比べて、えー、中退者の、えーまあ、人数でありますとか、あと割合ですね、えー、全学生に占める割合についても、えーとまあ、大きな変化はないというような調査をいただいております。えーとまあ、ですが、これ、あの後期の授業が開始されてからはですね、えーまあ、そ状況がどうなっているかというのは、 引き続き、現現在在調査をししてておりまま集計中でございます引き続き続そういった調査の結果も踏まえて、文部科学省としては注視してまいりたいと考えております。それからその次でございますが、えー、と各大学での具体的な支援内容について、これもこの調査の中で聞いておりまして、そちらにありますような。 えとまあ、個別の取り組みについても、えー、ちょっとご紹介させていただいております。でその次をご覧ください。えー、っとこれは学生相談、メンタルケア、えー、について具体的な取り組み事例ということで、こちらもまたあの個別の大学の取り組みをご紹介させていただいております。えーっとまあ、学生同士の交流ですとか、えー、学生が相談しやすいような体制整備。 ですとか、あのまあ、外部の専門家との連携でありますとか、こういった取り組みを、えー、していただいておりますので、えー、ご参考にしていただければと思います。でその次でございますが、えー、とこれはの新型コロナウイルス感染症対策に関しての、えーまあ、今申しましたようなあの文科省からの通知でありますとか、あとその他省庁での、えー、取り組みですとか、そういったものを、 代表的なものをちょっと主なものとして、抜粋させていただいております、URL や QR コードを付けしておりますので、ご参考にしていただければと思います。と今ちょっと早口になってしまいましたけれども、大学等における学生支援の重要性というのは、ますます高まっております。 まあ今年度から開始された就、えー、学支援申制度を着実に実施していくことをはじめまして、奨学金事業、えー、留学生交流事業、障害のある学生への支援、えー、また、えー、就職支援など、えー、各分野における喫緊の課題に対応した、えー、必要な施策というものを、えー、推進してまいる所存でございます、えー、どうぞ引き続き続皆様方のごご理解とと協力をお、えー、お願いいしたいと思っております。 えー、早口になって恐縮でございますが、えー、本日の説明は以上とさせていただきます。どううもありがとうございました